都市密院は、江戸幕府第五代将軍、徳川綱吉の側室。通称は大天寺。江戸城、本丸大奥ではなく、北の丸に新御殿を建てて居住したことから、北の丸殿とも呼ばれる。大納言、聖漢寺広志望の娘として、京都で生まれた。母は、高倉久志八氏の娘、定良院。京都にての詳しい経歴は不詳。この後江戸へ結婚するが、 その経緯については、諸説ある。状況元年9月、綱吉の四次を望む、将軍聖母、継承院の遺行により、即室候補として、南波宗和の娘と共に、江戸へ下校。はじめは、留戸の折、継承院付きの女中として仕えた。または、大奥総取締、江門左極の紹介で、状況年間に、江戸へ下校して、大奥上郎になったと伝えられている。 やがて綱吉の長を受け、その側室となった。この折になお、大天寺とする。しかし子宝に恵まれなかったことから、兄、聖漢寺博士邸の娘、竹姫を自分の幼女として、北の丸御殿で育てた。宝永六年、綱吉の死後は落職して、都市三院を名乗り、馬場崎御用屋敷、ついで浜御殿へと移った。墓所は、寛永時代寺院にある。 流英婦女伝系牧の十四、都市密院伝のつて系。大天寺という通称から宮中で、高等内市を務めていたと思われがちだが、当時の高等内市は、西野党院時成の娘であり、聖漢寺広志望の娘は見当たらない。なお西野党院時成の娘は、後の元禄十六年に、豊原と称して大奥へ出資している、第二部、将軍と大奥、 カネテル後期状況元年9月15日上、流英日時期、元六11年9月上、鈴木幸子、大奥の奥 P156。ありがとうございます。